さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。第24回のダブルリーグのプレーオフセミファイナルまでが終わり、今シーズンもいよいよ最終局面を迎えています。今回は15日から行われるプレーオフファイナルの個人的な見どころなどを話していけたらと思っています。それでは15日から行われるファイナル、レギュラーシーズン4位のエネオス対2位のトヨタ自動車の対戦。今シーズンのレギュラーシーズンの対戦成績は1勝1敗という結果で、第1戦は70対57、第2戦は68対73という結果となっていました。また皇后杯でも対戦していて、皇后杯ではエネオスが勝利しています。レギュラーシーズンの試合のデータを少し見ていくと、初戦はトヨタ自動車のディフェンスに対してミスが多くなってしまったエネオスが敗れる結果となり、2戦目はシュート精度が悪かったトヨタ自動車が敗れる結果となっています。続いて皇后杯のデータも見ていきたいと思います。この試合は第2クォーターにトヨタ自動車が流れをつかみリードしましたが、後半トヨタ自動車の得点を抑えたエネオスが勝利する結果となっていました。トヨタ自動車はエネオスのディフェンスに苦労し、シュート確率が上がらなかった試合で、逆にエネオスは高確率で決めていき、勝利を収めています。今回の試合で個人的にポイントとなってくると感じている点を見ていくと、まずエネオスとしては皇后杯の時の対戦ではディフェンスが機能したことが勝利を引き寄せられた大きな要因でした。その時はゾーンディフェンスなどを仕掛けて相手に考えさせることができたことで、トヨタ自動車のリズムを崩し、結果としてシュート確率が下がり重たい攻撃にさせることができていたので、今回の対戦でもトヨタ自動車の攻撃をスローダウンさせられるかはキーになりますし、レギュラーシーズンの対戦の時の初戦では、渡嘉敷選手にボールを入れることを意識しすぎて、そこを止められて苦しくなりました。セミファイナルのデンソー戦で見せたような、ガード選手の積極的なドライブは有効になってくると思うので、積極的にアタックできるかもキーになると思います。トヨタ自動車としては、レギュラーシーズンの対戦では、ディフェンスで流れを引き寄せ、エネオスのミスを誘発していたので、今回もディフェンスを激しく守っていきたいですし、皇后杯ではエネオスのゾーンディフェンスなどに対して動きの少ない重たい攻撃になり、レギュラーシーズンの2戦目の試合でも個で攻める展開になって得点が伸びず逆転で敗れているので、いかに動きのある攻撃を展開できるか。またエネオスは序盤からディフェンスなどを仕掛けてくると思うので、受け身にならず攻守で攻めていきたいところだと思います。それでは個人的に今回の試合でポイントとなりそうな選手を紹介していきたいと思います。ファイナルということで、今回は2人ずつ紹介したいと思います。まず、エネオスの1人目の注目選手は、星選手。今シーズントヨタ自動車相手に勝利した試合では、星選手の活躍が勝利を引き寄せた要因の一つになっていて、星選手が躍動する展開だと、トヨタ自動車はディフェンスが機能しづらくなりますし、強気なプレーでチームを引っ張れるか注目したいと思っています。続いて、エネオスの2人目の注目選手は、渡嘉敷選手。エネオスの心臓と言っていい存在の渡嘉敷選手ですが、セミファイナルでも勝利を引き寄せる活躍をしていました。相手の徹底マークを受けることが予想されますが、トヨタ自動車のインサイドのファールを重ねさせる展開にできれば優位に進められますし、キャプテンとしてチームを鼓舞する姿に注目だと思います。続いてトヨタ自動車の1人目の注目選手は、山本選手。セミファイナルでも勝利を引き寄せる活躍をしていた山本選手。チームが苦しい時の得点を決めるなど攻撃面を救う活躍をしていましたが、昨シーズンのプレーオフ同様に勝負どころでの決定力が素晴らしく、エネオス戦ではスリーポイントがキーになりますし、要所でのドライブにも注目だと思います。続いてトヨタ自動車の2人目の注目選手はマウリ・ステファーニー選手。攻守でキーになる選手で、ディフェンスではエネオスのインサイドにどれだけ対抗できるかも注目ですが、セミファイナルでもリバウンドやチームの流れが悪い時に得点するなど、攻撃にしても守備にしてもチームを安定させる存在の選手。いい意味で普通にプレーできるか注目だと思います。ということでファイナルについて見ていきました。新旧女王対決となる今回のファイナルですが、トヨタ自動車は2連覇中とはいえ若いチームで、勢いに乗ったら止められないチームだと思いますし、エネオスはプレーオフでは優勝から少し遠ざかっているものの、経験のある選手が多く在籍し、勝ち方を知っているチーム。トヨタ自動車には梅澤選手がいますし、エネオスには長岡選手がいるということで、元チームメイトとの対戦でもありますし、その他にも見どころの多い対戦だと思います。激戦必の対決になると思いますし、最終決戦にふさわしい試合になると思います。果たしてどちらが頂点に輝くのか、今シーズン最後となるプレーオフファイナルの戦いをぜひ注目してください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。